リンゴルフがエステサロンとコラボしました。おっ、びっくりした。すごい、腹筋が上がった時の高いのって筋肉な、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃラップル、いつもしんどい思いしながら筋トレしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード、20ヤード、飛距離も伸びると思う。距離アップに。概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。おはようございます。おはようございます。じゅんです。きいです、はい。はい、今日はですね、東洋カントリークラブに来ております。はい、今日は冬なんでね、茶色いですね。茶色いね、全体的に。うん、全体的に茶色いです。まあ、梅がちょっと咲いてる感じ。どこ？あれ梅じゃない？あ、本当だ。あ、ちゃうかな。分からん。これ、これか。ということで今日は東洋カントリーね、都内から1時間ぐらいで着くし、うん、すごい近かったですね。前にもここで撮影させていただいたんですけど、うん、今日2回目です、私来るの。ゆうちゃん来たことある？いや、初めて来た。初めて。うん、今日はちょっとこの東洋カントリークラブを攻略。できるかできるできるね。ちょっといろいろね、またこの間みたいにこうやって打つとかやりながらラウンドしていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。これ確か左ドッグでもまだ極寒まで行ってないね今日。うん、ちょっとマシマシだね。あー寒い。脱ぎますか。やっぱ触れない。はい、お願いします。風強いね今日。うん、ナイス。全然降ってないじゃないですか全然降ってないじゃないですか今。お、リンゴルフジャンパー。そう、かわいい。よろしくお願いします。お願いします。私はこのちびきたちを狙いたい。え、左向いてる？いや、まっすぐって感じ。あ、うん、オッケーオッケー。うん、あるね。つま先下がってるの？あん、前の方で打つとちょっと下がってる。ボコボコしてる。ヘナチョコドライバー。どこかな？15番アットで。オッケー。なんか打てない気がする、今日やばい。ヤバくない？ちょっと待って。今日やばいだろ。ふざけてないんだけど、やばい。なんだろう、寒いからな。寒いしね。あとグローブちょっと今日新しく、なんかモコモコのやつ、めっちゃ高そうなんだけど、手の感覚がちょっとちゃう。うん、その傾斜を3番で。私だったら5番ウッドでも打てなそう。ちょっと右落ちてこい。まあね、もっと左に向くべきでしたねまあいいでしょう。うん、250ヤードあるんで、まだ一歩で打ちます。はい、右目に打ってたか。うん、右目の方がいい気がする。結構左ドッグやな。ね、すごいよね。あ、この傾斜無理かも。打てた。うん、オッケー、ナイス。あ、いいね、いいね。いいね、いいね。うん。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。うまく打てました。ピンがまだ見えないね。そうね。多分あの
ヤシの木の先です。44、1番アイアンで、はい、農家やから決めたら、どうかな、だいぶ右行ったかも、行ってみる、うん、104ヤード9番で打ちます。はい、ナイス、弱いと思う、大丈夫大丈夫、ピン奥へ、手前からの方がいいよ、 うん、ダメだ、今日ダフってる、ダフってるダフ、今日は 8.5、 だいぶ遅め、だいぶ遅めですね、ベッチでちょっと打ちます、58で半分ぐらいまでいったらいい、うまいな、ナイス、ナイスでしたね、全くラインは読まないで打ちましたまあまあです、前ゆっこも言ってたけど、うん、アプローチうまいな、ほんまにうまいよね、距離感バッチリです、そうなんですよ、アプローチでね、あのスコア稼いでね、確かに、はい、5-2で打ちます、はい、惜しい、残念残念、惜しかった、じゅんちゃんスライスやったな、うん、そっちから下りみたいな感じやん、下りスラーかな、うん、ナイスパー、さすがです、まっすぐだったよね、うん、もうあのカップ端ぐらい狙った、そう、私は内ぐらいで、うん、ちゅんちゃん上りやしね、しかも、なあなあ右出た今ちょっと手がピッてなっちゃった、なった、うん、なった、完全に決めて打ったのに決めれてなかった、次頑張ろう、頑張る、キモい打ち下ろしのショートです、見えません、こんな感じです、見えるかな、見えてますか分かんない、見えてないかもしれない、よさげ、左行ってる、飛びすぎた、いや、距離は大丈夫、ちょっとちょい左、いや、マジでピン見えへんなそうなんだよね、6番アイアンで打ちます、はい、私も左、多分ね、同じようなところにあると思う、これ、いきなり、やば、振ったら私もああなるなと思って抑え気味で打ったんだけど、それでも左に行きましたねすいません、私が左に打っちゃったから、行くねこれ左に、同じようなところに、めっちゃ同じところにどっち、7番が私、私は2番だ、オッケー、スライスライン、しんちゃんからとか、よし、こんな感じ、うん、まいな、入るまである、惜しい、オッケー、オッケーパーです、ナイスパー、イエーイ、うまいな、これもいい、意外と切れない、切れないね、お、切れてる切れてる、私もね、左に打とうとしたら結局まっすぐ出て曲がんなかったんだよね、いや
ちゃん入るかと思った。確かに入りそうだったね。うん。こんなに近かったでーす。ライス下り。はい。届け届け欲しいどんまいゆいちゃん1ヶ月ぶりらしいですゴルフ。そう、なんと全然やってない、ね、初日や行く予定あって、うん、雪で、うん、流れたんだよね。なるほどね。雪降ったっけ。え、めっちゃ降ったやん。あの日ちゃんちゃん一緒におったやん。あれの次の日。あー、結構クローズなすもんね。うん、っていうかもともと、うん、京都で発掘する予定やった、うん、あ、そうだった。お正月、うんうん、お正月、京都もめっちゃ雪で、滋賀県のゴルフ場行ってたやつとか、うん、雪じゃゴルフできないしね。この前の都内の雪の時はね、じんちゃんと一緒に。そうね、恵比寿からあれで帰るかって大変だったんだよ、あの日大変やったんだ。うん、タクシーも捕まらなくて、でも雪がすごい積もっちゃってね、うん、あれであそこにタクシーおったらめっちゃ良かったよね。確かに、トイレしてたタクシーが。確かに、あのビール工場の前に、うん、はい。